じゃあ来月のシフト組んじゃおうか。うん、来月さちょっといろいろイベント入れようと思ってて、うん、まずさ、7日にさおっぱいメロンパンをやろうと思っててさ、あれ結構ほら人気だから結構量作りたいなと思ってて、仕込みをね朝のね6時ぐらいからかなやりたいと思ってて、なんかどっちか来てくれたらなってのあるんだけど、あきら来れる？ごめんな、じゃあ、6時からで、すいません、あ、じゃあその日6時から。さくらちゃんも来れる？あ、ほんと？3人いれば楽だな。あ、じゃあその日、ごめんなさい、じゃあ6時から3人で頑張っていきましょう。で、次、来月ね、14にもイベントやろうと思ってて、14がね、うさぎのふんちょ心ね、これもまた人気だからさ、これもどうしようかな。まあ朝7時、早い6時、いけるぐらいからちょっとなんかもう一人ぐらい来てくれて、さくらちゃんいける？じゃあ、さくらちゃん6時、まあ、あきらも来れる？ありがとう、ありがとう。そしたら、じゃあ3人で6時からね。はい、じゃあその日もお願いします。でね、21もちょっとイベントやりたくて、この日がね、おちんちんホットドッグをまたやろうと思ってて、あれも結局売れるしさ、ほら、おかずものというか、割とごめんな、おちんちんでおかずものって言ってごめんな。結構夕飯とかで食べる人もいるから、夜なんか長くやろうかなと思ってて、10時ぐらいまで。ちょっとお持ち帰りとかでさ、そういうのでこう売れるかなってのがあるから、夜10時までなんかどっちか残れたりしない？あきらいける？さくらちゃんもいける？2人ともいける？帰り大丈夫？あ、一緒に帰る？あ、そう。はい、じゃあそしたらその日は10時までじゃあ3人で残るということで、まあ、3人いれば心強いから、そういう感じで頑張っていきましょう。2人は付き合ってる？いやね、うん、いや、全然否定するとか全然、店長とバイトの距離で、まあ、近くでね、いつも見てるから、まあ、なんとなく付き合ってるのかなってずっと俺も思ってたし、全然それはいいんだけど、ね、すごい応援もしたいんだ、うん、見ててとてもいい好青年と、ね、元気よくて、二人とも本当になんか、自慢のバイトという、所詮ね、雇用関係ではあるにせよ、本当にね、おいっ子、めいっ子とかって言ったら気持ち悪がられるのかな、なんか、本当にこうそれぐらい、これとしてはもう、頑張れってこう見てたからさ、素敵な二人が出会った場所がうちでごめんな、こんな下品なパン屋でごめんな。本当にごめんな。なんか2人のこれからの素晴らしいであろう未来の始まりここだ。ごめんな、マジでごめんな。俺ずっと2人見てて、あ、多分付き合ってんだろうなって思ったんだけど、なんか怖くて聞けなくて。でもそうだよな、10時で一緒に帰るならそうだよな。ごめんな、俺本当に下品な人間だから、10時終わりで一緒に帰るって聞いてもうそういう想像しちゃうんだよ。下品な人間だからさ、おちんちんホットドッグの日に10時に一緒に帰るんだって思っちゃうんだよ。俺は下品な人間なんだよ。本当にごめんな。本当になんかこう二人が楽しそうにさ、バイト中こう作業しながらなんか目くばせとかアイコンタクトみたいなのしてるのを見るたびに、マジで俺泣きそうになってて、こんな素敵な、本当に仕事中にこうやってチラって見てチラって返してこうウィンクするみたいな素敵なシーンであるはずなのに、二人が作ってんの、うさぎのふんちょ心ねだみたいな。なんかごめんなーってずっとこうわだかまりみたいなのがあって、なんかもうこれからね、きっと二人は末永く仲良くやっていくと思うんだけど、なんかやっぱりうちがスタートの恋愛だってやっぱ呪われると思うからさ、なんか俺いいよ、
紹介するよ、なんかバイト先。なんか今までのことはなかったことにして、新しいバイト先で改めて出会い直すってどうだ。全然紹介できんが、俺全然マジで知り合いがやってるそのおしゃれな喫茶店とかアンティーク系の本屋さんとかいろいろあるのよ。でもうそういうところに全然送り出して恥ずかしくない2人だし、多分そういうところの方がうちより時給いいと思うんだ。本当にごめんな、朝6時から働かせて時給3桁でごめんな。いろいろ本当に申し訳ないのがもうぐわーってなんかごめん。だからもう本当に見てて辛いからうちのバイトにもう来ないでくれ。俺知ってんだよ、俺知ってんだ、この店が世間で何て呼ばれてるか、あるいはこの店が近くの小学校の全校集会で名指しされてどういうこと言われてるか、回覧板で何書かれてるか全部知ってんだよ。この店のことを褒めてるのは爆祭っていう掲示板だけなんだよ。知ってるか、爆祭5チャンネルの2個下のやつなんだよ。爆祭だけがうちのことを褒めてんだよ。そんな店で出会っちゃいけないんだよ。爆祭にはこの店を褒めるスレッドと風俗嬢の私生活を漁るスレッドとなんか安くチャリが買える店の情報しか載ってない。だからもうそんなとこで話題になるとこだから、うちはもっと いいとこ見つけてくれ。本当に出会えるからそれで。なんでだよ、二人ともそんなにうちがいいのか。そうか、ありがとうな、ありがとう、腹減ったな、なんか食べるか、いいおっぱい出せよ。ウサギの糞しかない、いい、食べよう食べよう。なあうまいな、俺たちの味だ。